第 101SS 重戦車大隊は、武装親衛隊の SS 第一装甲師団に配属された重戦車大隊である。主にティーガー I 重戦車を装備していた。ノルマンディ上陸作戦直後のビレル・ボカージュの戦いにおいて、第二中隊長、ミハエル・ビットマンの活躍により、連合軍戦車を圧倒した。 1943年7月19日の命令により、ニコ中隊からなる重戦車大隊を有する第 1SS 装甲軍団が編成された。大隊の司令部はパーダーボルンのゼンネラーガーに設置された。大隊は後に第3中隊も編成され、第 1SS 装甲連隊の第13中隊から抽出された。 1943年8月15日から25日の間に27両のティーガーアイ戦車が大隊に配備されたと言われる。1943年7月10日の連合軍のシチリア島上陸に伴い、8月、第 1SS 装甲的弾兵士団ルッサが東部戦線からイタリアへ送られ、大隊は第 1SS 装甲軍団の下で、 SS 十戦車大隊として配属された。大隊は、イタリアの降伏後も、10月までルーサと共に、イタリアに留まっていた。その後、再び東部戦線へ移動し、SS 第101 0戦車大隊と解消した。東部戦線でも、ルーサと共に戦い、1944年4月4日に、西部への帰還命令が下った。 1943年10月28日、大隊の第1、第2中隊は、第 1SS 装甲連隊の第13大隊へ抽出され、残りの部隊は10両のティーガー戦車と共に、ゼンネラーガーへ移動し、1944年1月3日に10両のティーガー戦車が補充された。1944年4月3日から4日の間、 大隊はフランスのボーベに移転し4月20日25両のティーガー戦車が配備され6月1日時点で大隊の45両のティーガー戦車のうち37両が起動準備が整っている状態にあった1944年6月6日の連合軍のノルマンディ上陸後6月12日大隊の戦法がノルマンディの前線に到着し 6月末まで戦った。特に、ビレル・ボカージュの戦いでは、大きな戦果を挙げた。7月、ティーガー2への再装備のため戦線から引き抜かれたが、8月の撤退戦で、すべてのティーガー愛を失った。激しい戦闘の後、第1中隊は、残りの3両のティーガー戦車を、第3中隊に引き渡し、ティーガー2を装備するためにゼンネラーガへ移された。 1944年8月中旬、大隊は、第7軍上級司令部の地域に移動した。大隊は8月18日に、フランスへ戻り、14両のディーガー2戦車が、配備された。この車両は、1944年8月23日、第1、第18空軍野戦士団の反撃を支援したときに、 初めて使用された。8月25日、大隊のティーガー2戦車2両が、第 103SS 0 10戦車大隊に移管された。1944年8月末、第2、第3中隊のすべてのティーガー戦車が破壊され、第1中隊は9月5日に1両のティーガー2戦車の救出に成功した。大隊の残存部隊は、 ビーレフェルトで再編されるように命じられていた。1944年9月9日、残存部隊は、連兵上での休速とティーガー2戦車への再装備を命じられた。10月17日から11月26日までの間に、34両のティーガー2戦車が配備され、第590戦車大隊から新たに11両が追加された。 西部戦線への移動は12月5日から始まり、大体は45両のティーガー2戦車と共に、ラインの守り作戦のために第 1SS 装甲師団の指揮下に入ることとなる。1945年2月12日、大体は春の目覚め作戦のため、ジェールへ到着し、第 1SS 装甲師団の指揮下に入った。 3月15日、大隊は南方軍集団の下に置かれ、大隊の34両ティーガー2戦車のうち8両のみが起動できる状態にあった。3月30日、士団がオーストリアに撤退したため、ほとんどの戦車を放棄することになり、残されたティーガー2戦車は4月5日に第590戦車大隊へ移管された。5月5日、 二両のヤークトティーガーが大体に配備されたが、そのうちの一両は技術的な問題により故障し、もう一両は都市の道路封鎖用バリケードとして使用された。ありがとうございます。